地方次第が地方高校生に選ばれて生き残るには、高校3つのタイプがありまして、まずいわゆるトップ進学校みたいなところ、あるいは私立高校の特進クラス、こういう場合は、ですねもう大体国公立大学何が何でもい,いけと。で、私立ならですね、まあ、名門私立か、まあ、看護や教育といった専門性が高い私立は OK と。次に、公立の中堅進学校ですね、まあ、あるいは私立だと進学クラス。 理想は国公立大学なんだけど、現実的にはトップ層しか受かりません。で、私立はまあ一般で行ったり、推薦で行ったりって感じですね。3番目が公立の進路多様校か、私立の総合コース。国公立大学がもはやあの推薦で逆転狙いで受けるだけで、まあほぼ諦めてると。で、私立はスポーツ推薦か、まあ誰でも入れるグダグダし指定校か、まあたまにユニークなイメージがある人が総合型。で、専門学校就職というふうに3層構造になってます。まあこれが地方高校ですね。 では、これらを受け入れるですね大学側はどうなっているかというと、二層構造になっています。地方私立大学は地域一番点グループとなくても困らないグループに分かれている。地域一番点グループというのは、まあ、その県を代表するまあ名門私立大学で、国公立大学が落ちた人が即ゲットできます。東北学院、広島修道、金沢工業、安田女子なんかですね。分野としてはまあ教育、看護、栄養、経済法といったようなまあ手堅いことをやってまして、一方、なくても困らないグループ。 まあ、広島県とか石川県とか宮城県とかだと、私立大学他にもいっぱいあるんですけど、この地域一番点グループ以外の私立大学は、まあ、残念ながらなくても困らない学校があって、今後相当厳しいでしょう。文、えー、系、あるいは資格系なんだけど、何せすぐそばに上位次第が存在する。すでに一般選抜が機能していない。これ高校でいうとさっきの公立中堅校から公立多様校。 たどこれがまあ少子化で減っていくと。なくても困らないグループの大学が生き残るには、まずは地域に必要とされる大学になる。教員や公務員や地元の有料企業に入れる。次に資格でも開けないこと。教員採用試験とか管理栄養士とか医療系の資格でやっぱり強いというイメージを出す、えー。昔のようにスポーツ推薦をいっぱい取るとか、留学生を取りまくるという方法はもう使えません。そして、このなくても困らない大学は、 専門学校との戦いになってきます。専門学校より優れている点をちゃんと高校生に理解してもらわないと、専門学校にも負けるでしょうね。特に専門学校の次、新潟はきついと。いうことで、確実に地方私立大学は全部は生き残れないです。ですから、うちの大学は生き残りたいと思われている方は、この地域一番点グループを目指すしかありません。なくても困らない大学じゃいけないわけですよ。 地域に必要とされる私立大学にならなければ、地方次第は生き残れないわけで、まあ、地域一番点を目指しましょうと。そうすることで、まあ、地方高校から選ばれる存在になりましょうという話でした。